あ、本当にえっていう感じです。誰がみたいな感じだったし、もう自分が選ばれっていうのはすごい、もうめちゃくちゃ嬉しいことですっていうのは、いろいろ現実になってきたっていうか、こうやって呼ばれるようになるっていうのはすごい光栄なことだし、そこでまた結果を出していかなきゃなっていう気持ちにもなりますし、チームでのプレーでも代表の選手としてふさわしいプレーをしなきゃいけないなっていう気持ちにもなりました。本当に自分の目標としているところだったので、まあ、今はあんまり想像できないですけど、しっかりそれが似合うように頑張っていきたいと思います。 FC 東京にはやっぱ常に代表の選手がいたんで、代表レベルの選手がどのぐらいのレベルなのかっていうのはすごい分かってきたし、本当に頼りになる存在だったので、自分もそういう存在にならなきゃいけないなっていうふうに思います。やっぱりでもその違うチームの人たちとやるってまたやるサッカーが違うと思いますし、やっぱ海外で守れてる選手たちっていうのは、やっぱ自分たちで激しくやってると思うんで、そういったところのレベルに合わせて、やれるっていうのはすごい楽しみだし、必ず自分のサッカーにとってすごいプラスになることは間違いないと思います。東京を代表していくということで、やっぱり消極的なプレーっていうのは見せたくないし、 FC 東京の選手はすごいって思われるような何に恥じないようなプレーをしていきたいなと思います。自分が18からプロに入って今7年目になるんですけど、もう常に応援してくれた人たちに本当に感謝してますし、代表に入る姿っていうのを、待ち望んでた人も、いると思うんで、それに恥じないようなプレーをしてきますんで、まあ、代表の方も応援よろしくお願いします。ワクワクしてる？ワクワクしてる。